川越火力発電所は、三重県三重郡川越町大畑亀崎新田座、友明八十87の一にあるジェラの天然ガス火力発電所。中部電力の設備として、1989年6月に1号機が運転を開始、4号系列までが建設された。燃料に液化天然ガスを使用している。天然ガスを液化する際にガス中のチリまた燃焼時には、 硫黄分などの不純物を取り除いているため、硫黄酸化物や、売人の発生がなく、クリーンな発電を行っている。1、2号機は、主蒸気温度摂取566度、主蒸気圧力31インパ、さらに2段再熱式とした超臨界圧のボイラー、および蒸気タービンを採用した。3、4号系列は、排熱回収型コンバインドサイクル発電方式を採用し、 熱効率48.5%を達成している。かつては世界最大の火力発電所であったが、2007年に台湾の台中発電所、2008年に韓国の法イ発電所、2010年10月に東京電力の2日力発電所に追い抜かれた。2019年4月、東発電所は中部電力からジェラに承継された。2020年、 東発電所の LNG 基地は、日本発の LNG バンカリング船、かぐやの拠点となった。また、本発電所構内には、中部電力の太陽光発電設備がある。これは、竹と火力発電所5号機の開発に伴い、メガソーラー竹との発電設備を、メガソーラー化は、5位と名称を改め移設されたものであり、2017年5月31日に、 全面で運転を開始した。ありがとうございます。